ジェシー・アラン・クレインは、カナダのオンタリオ州トロント出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、MLB のシカゴ・ホワイトソックスの傘下に所属している。2002年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから2巡目で指名され、7月13日に入団。2004年8月5日のアナハイム・エンゼルス戦で、メジャーデビューを果たした。 2005年には75試合に登板し、12勝をマークした。2006年開幕前の3月には、この年から開催された、ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。2007年3月17日に、海戦鍵盤列勝のため故障者リスト入りし、この年は18試合の登板に終わった。2008年シーズンには復活し、66試合に登板。 2009年開幕前の3月には第2回 WBC のカナダ代表に選出され2大会連続2度目の選出となった2010年11月1日に FA となった2010年12月20日にシカゴホワイトソックスと総額1300万ドルの3年契約を結んだ2013年1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表が 発表され、代表入りし、3大会連続3度目の選出となった。同年の MLB オールスターゲームに選出されたが、右肩の故障のため辞退し、ジャスティン・マスターソンが出場した。2013年7月29日にトレードで、タンパベーレーズへ移籍した。9月23日に故障者リストから外れたが、当番機会はなかった。9月30日に再び右肩の故障で、 故障者リスト入りした。10月31日に FA となった。2013年12月31日にヒューストンアストロズと325万ドルの1年契約で合意した。2014年3月21日に60日間の故障者リスト入りとなった。結局、この年はトミー・ジョン手術を受けたこともあり、1試合も登板することはなかった。オフに、 FA となった。2015年1月22日にフルス・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。